はい、今回は 姉妹はなぜお金持ちなのかっていう件について調べてみたのでこちらお伝えしていきますので今回もよろしくお願いいたしますまあ姉妹のですね、まあ、謎っていうことでなぜこの人たちお金持ちなのかっていうことが、まあ、あの気になる人が多くいらっしゃるんですよでもちろん本当のことっていうのはわからないんですけれどもいくつかある説の中でこんなような感じなんじゃないかなと思う解釈をお伝えしていきますので今回もよろしくお願いいたします まず、えー、ちょっとですね、一見すると関係なさそうな、えー、話なんですが、あのー、加納姉妹のまあ父。 っていうことですね、えー、父母あ姉妹っていうことで、えー、そちらについて、えー、まず考えていこうと思うんですが可能、えー、姉妹っていうのはお金持ち、えー、じゃないですかそのイメージ的に実際もお金持ちだと思うんですがでそのまあ、お金の出どころっていうのはあ家がお金持ちだからあとかって思うかもしれないんですが父親がですね、えー、まあ、厳密に言うと可能京子の父親がですね会社経営をしていたんですがその会社が、えー、倒産したんですね、うん、だから別に家族がお金持ちっていうわけではないん ですよこちらの内容はご存知の方がいらっしゃるかもしれないんですが狩野姉妹って言ってね、えー、ま可、あ、能京子と狩野美香ですよねが、えー、姉妹って言ってますが、えー、実はこの可能京子のですね、えー、家族構成っていうのを調べると、えー、父親母親、えー、京子 春江っていうこちらの4人家族なんですねどこにもあのミカがいないんですよ。だからこれっていうのはカノ野姉妹っていうまあブランドなんですよね。セレブ姉妹とかって言われてるあのそのブランドなんですよ。だから戸籍上の姉妹ではないということです。で、えー、これいろいろ言われていてはっきりわからないんですけどじゃあこの狩野京子と狩野、えー、ミカっていうのはどういった関係なのかっていうと全くの他人である可能性もありますし、えー、この父親がですね、えーまあ、その愛人がいたっていう 説があるんですよでその、まあ、愛人というか愛人の家族の中の子供が実は美香だったんじゃないかとかっていう説もあるんですがこれっていうのははっきりわからないんでちょっとよくわからないなっていう感じなんですよね、まあ、とにかくあの戸籍上の姉妹ではないし、えー、その可能姉妹っていう、えーまあ、セレブ姉妹っていう、まあ、ブランドですねそれをまあ,あ出しているっていうことですで 会社を倒産してから、まあ、離婚してるっていうことが分かってるんで。えーまあ、あこの加納京子が あの,の家がお金持ちでではないいっていうことね、うん、でよく多くの人が、えー、調べる検索があるんですが可能姉妹っていうのは愛人生活をしてるのかとかって言われるんですけどそんなことはないんですねあとあのバイマルをしてるんじゃないかとかっていうけどそんなこともないんですよね、えー、何かっていうとあひ、まあ、一言で言うとセレブすすぎて多分そんんななことはできないんできいよねだから愛人って言ってわからないですけどそのね1人を愛人にしておくっていうもう規模じゃないんじゃないですかこの2人の、えー このお金持ちぶりっ変、ね、なうういう変な噂だと思いますけどバイマルとかっていうけど別にそんなことでも、うん、そんなお金持ちにはなれないですよだから言ってしまえばその程度の金額じゃないんですよ全然違う規模の金額が動いてるっていうようなことだと思うんですよね。 でえーまあ、それに関連する内容なんですが加納姉妹の私生活っていうことも、えー、こちら、えー、言われておりましてもちろんはっきりとっていうのは分からないんですが加納姉妹っていうのはあカメラが回っていようがいまいが、えー、変わらずに生活しているっていうことなんですねだから、あのー、カメラが回るときに思い切り頑張って、えー、お金をね、えー、精一杯、えー、持ってるものとかそういうことではなく別にカメラが回ってないときも、えーまあ、そういう何、まあ、ていうんですかゴージャスな、えー、お金持ちな生活をして つまりこの人らっていうのは本当の金持ちなんですね。うん。あのまあ、どっからか金を出てきたのかとか、どのようにして金を稼いだっていうのは気になるんで、そちらの件についてここから、えー、話していこうと思うんですが、だから、そのね、うん、愛人でもなければ、倍、え、丸、ー、でもないし、私生活を見ると、ね、そのカメラの前に、えー、なんか精一杯、えー、お金持ちのふりをしてるとかでもないんですよ。で、おそらくなんですが、可、え、能、ー、姉妹がなぜお金持ちかっていうことなんですけど、まあ、その鍵は可能強固にある。 んですよね加納京子っていうこの人、あの自叙伝本を書いてて、その中にですね石油王とお見合いしたとかっていうことがあるんですよで。それもちょっと調べたんですけど、石油王とお見合いして、まあ、結果的にね、えー、そのお見合いがあの破局にな,なって、えー、お金もらったんですね、10億円かなんか。だけど、もっとその前からなんですよ、この加納京子が、えー、お金を稼げるようになったっていうか、もうすごいお金を稼ぐ、まあ、お金を動かすようになったっていうことね。で まあ、あその、なんていうのかな。 えー、加納姉妹って言ってますけどおそらく加納京子の資金を、えー、京子と美香で、えーまあ、あ運用っていうんですか資産運用して増やしたっていうそういった感じなんじゃないかなと思うんですよで、えー、何が気になるのかっていうと加納姉妹っていうか加納京子のお金のその資金のあの何て言うのかな原点ですよねもともとねお父さんがお金持ちでもなかった、まあ、普通の家っていうかあの方だった人がどこでい、まあ、わゆる 富をえー、くそのまあ要因となったのかっていうのがあ分かっておりまして、えー、加納恭子の後継者 高校生の時の時話があるんですね大阪のクラブで狩野、えー、教子がある実業家の男性と知り合ったっていう、まあ、そういった話なんですがこの時ですね実業家の男性が27歳で狩野、えー、教子は高校生だったっていうことなんですが、えー、この実業家の男性がですねものすごくお金持ちすごくお金持ちで狩野、えーまあ、教子のことを交際、まあ、相手っていうかまあ好いてるっていうことで、うんあのーまあ、27歳と狩野教子高校生ですけど狩野教子に、えー、た 多数ののブランンド品とか、えー、そういいったたものをプレゼントしていたんですがどうやらこのその時ね、えー、加納京子があその実業家の男性からもらったあブランド品が、えー、自分の趣味ではないからっていうようなことで、えー、まあそういうのはもういらないからやめてくれっていうことを、えー、この実業家の男性に言ったと、えー、言われているんですよ。そうしたら今度そ,そこから、その実業家の男性があ高級ブランド品をプレゼントするのではなく、現金をプレゼントするようになったっていうことで、1000万,万円の札束とか、5000万円の札束とか、 そういうのボン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 、えー、可能強化に渡すようになったっていうことがまあ言われてるんですよ。で、えー、まあ高校生じゃないですか。でお金、えー、使うって言ってもそんなに使わないんで強化、えー、可能強化っていうのはその1,000万5,000万の金がどん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 溜まっていって、えー、まあお金を 使い切れないほど溜まっていって、えー、そのお金を部屋に置いといたらしいんですよね。で、えー、はっきりとでもわからないですけど、その部屋に置いてあった金額の総額数十億とも言われており、えー、まあ,あすごいお金じゃないですか。僕たち一般人からしたらもう理解不能な、えー、お金なんですけれども、で。 その可能京子とその実業家の、えー、方があ交際していたんですが実はこの実業家の男性がですねで、えー、に既婚者でしかも子供がいたっていうことだったみたいなんですよ、でそれがばれてで結局、可能京子とあこの男性をは破局したんですよだから加納京子の手元には数十億円という現金が残ったんですね。 で加納京子はこの数十億円の現金を元手に自分で会社を起こしたって言われてるんですよ。その会社が宝石とか貴金属とか時計とかそういったものを並行輸入する会社えっていうものを自分で作ったと加納京子はね。でそれがバブルの時代に乗っかって、えー、時代の流れとともに会社も大きく成長していったとでそのあ会社をまあ,あ経営して会社を拡大する際に株とかもやっていたっていうことなんでおそらく加納京子がここで資金を大きく膨らむ したんんじゃなないいかなと思思ううですすよ僕はそ,そう思いますねもちろん本当かどうかっていうのは分からないですけどでわ、えー、からないですがねその数十億がもうどうやって膨らんでいったのかっていうのは分からないですけれど、うん、だと思うんですよでよく言われてるんですがそのあと本にも書かれてる可能京子の自叙伝にも書かれてる内容なんですが狩納京子が石油王からあ 結婚申し込まれたっていう話なんですが、その石油王があ80代の男性ですね、アメリカの石油王ということで、えー、資産が880億円持ってる80代の男性ということで、このこのなんか8も揃ってんなとまあちょっと思うんですけど、まあ,あで、えー、そのこの80代の男性と加納京子が結婚するかしないかってことになって、えー、結婚しようかって話になったみたいなんですが、結婚するまでに、えー、1年かかるっていうことから、このお土 あのになったんで、すよでこの破断になったことで、えー、この80代の男性が、えー、加納京子にまあ,あお見合いをして、まあ、お礼なのか、えー、お詫びなのか分かりませんが、えー、10億円、えー、払ったとっいうことを言われてるんですよ。ただ、皆さんも思うと思いますが、加納姉妹の、ねえー、お金の付け方って多分、本当に10億円というものすごい大金ですが、あの、 セレブ姉妹は使いいいかかねななじゃないですかかそのもっと手前に、この加納京子が若い頃に、えー、その交際相手の、えー、人から、あまあ、もらった、その数億円、数十億円を元手に会社をしたっていうこと。で、そこからその会社から、えー、資産をどんどんぐるーっと増やしていったっていうことが、えー、今の加納姉妹の、そのセレブ姉妹の、えー、現状なんじゃないかと思います。もちろん、本当かどうかっていうのは分からない。うん、まあ、あの、芸能人ですし、ねえ、えー、分からないところがあるんですが、 よくあの巷で言われる噂なんですが、スポンサーがいるって言っても、あ,あの方たちのようなセレブ姉妹は、どうやってスポンサー、お金出すのかっていうのが分からないですし、えー、その先ほどの愛人とかっていう規模とは違うんですよ、だからそういったことを考えると、加納京子が10代の時に、えー、まあその交際相手の実業家からもらった、えー、数億円、数十億円を膨らまして、えー、そこからドーンとお金を大きくしていって、えー、お金持ちになって、えー、まあ、 今現在といいいうかか、えー、有名にななっているんじゃないかとで、えーまあ、僕たちからしたらそういうことが全く分かりませんからね、訳分からないじゃないですか、その何十億円が、ねえー、そのなんか膨らんでいくとかっていうのは分からないんで、なんで可能姉妹っていうのはお金持ちなのかなとかって思うんですが、あその理由は今回お話したような内容じゃないかと、まあ、僕は思いますということで、えーまあ、リスナーさんもこのような話に関心があるかもしれないんで、えーまあ、何かしら参考になっていただける点があれば何よりですということで、今回のコンテンツ、ここで 終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします。